田内麻里夫です。日本の埼玉県東松山市という東京郊外の田舎町の出身です。今は東京拠点に絵を描いています。僕にとって絵を描くこととは主に線を引くという行為です。即興的な抽象画ですが、絵を描き始めてからずっと続けてきたスタイルです。最小限の道具だけで描ける方法を模索した結果でもあります。全体のバランスを意識しながら形が現れ、つながりを生んでいくのを確認する作業です。時間を要する作業ですが、ミニマルなプロセスです。線を引いている間だけはゆっくりとした時間が流れますが、呼吸が深まるためか思考が充実する時間でもあります。何が重要で何が不要なのか、絵のバランスを考えながら社会や自分自身について考える時間であるとも言えます。つまり最もリラックスする蘇生のための時間かもしれません。東京の都心部に新しくできた高輪ゲートウェイという駅の壁画プロジェクトに選ばれて参加しました。 JR 東日本とカルチャービジョンジャパンという文化事業団体が主催したイベントです。都市開発とアートというようなテーマを与えられ、高度資本主義の行き過ぎた社会を監視するイメージで、駅の利用者のいない深夜から朝方にかけて1週間ほどで描きました。ちょうどケイト・ラワースという経済学者のドーナツ・エコノミクスというセオリーに関する本を読んでいた時で、中央のドーナツ型のモチーフが一致しました。ピラミッドは富に対する人口の分布を象徴しています。黒い線のドローイングがマンダラの自分なりのパロディもしくは解釈ですが、それはつまり抽象的イメージとしての宇宙もしくは世界であり、形而上におけるこの現実の描写です。絵の視覚的イメージと並び、僕にとって重要な意味を持つのが言語です。世界を説明するにはロジックが必要ですが、そのことでかえって社会にはロジックでは割り切れない物事がどれほど多く存在しているのかに気づかされます。ロジックはギリシャ語のロゴスに由来した語です。アートの機能とは自然の状態を模倣する行為の結果として生まれるものだと考えています。それは物事のネイチャー、つまり成り立ちを考察するための手段でもあります。時代の記録としての機能も持っており、それゆえに問題提起の手段でもあります。言語化の困難な直感的な思考を記録する暗号のようなものでもあると考えています。